はい、皆さんこんにちは。こんにちは。なんかですね、本日が11月の10日月曜日、はい、撮影日11月10日月曜日なんですけれども、ナルトのアプリが出た、無料で、で、アプリの名前がナルト無料漫画連載&無料アニメ放送公式アプリ、で、これがなんかすごい、なんでも、15年にわたる15年にわたる連載が終了した記念っていうことですね、ナルトが完結したっていうことを記念して出たアプリだと。まあジャンプの看板漫画ですよね、なんかフランスとかでももうものすごい大ヒットしていたジャパン漫画忍者、忍者だから確かに。でこれがですね、これ画面ですね、毎日漫画が1話ずつ読める、すごいっすね。トータルで700話あるらしいですね、ここから先2年間1話ずつ毎日読める。すごい。アニメもですよね。アニメは月曜日と木曜日に無料で1話ずつ配信されるらしいです、なので1週間にアニメは2本無料で見れる。なるほど。で漫画700話ある漫画に関しては、配信1話配信されたら1週間無料で読めるらしいです、なので、今日が、11月10日月曜日なんですけど、今日が1話が配信されてるのかな、はい、配信されてました。で明日2話が配信される、で明後日3話が配信される、で、しあさって4話が配信ってなって、来週月曜日になると、今週月曜日に配信された第1話目が読めなくなるんだろうね、購入しないといけなくなるんですね。見ようと思えば購入すれば見れますね、すごいよね、すごい。結局購入すれば全部読めるんだ、ただ購入しなくても、今週中にダウンロードをすれば、ここからさら先2年間、ナルトが全部無料で読めるってこと。すごいですよね。とんでもないアプリやなこれ、だって土日にまとめ読みしようと思って、あ、ね、そっか、土日に1話から7話か6話まで読んじゃえば、でまた来週でもいいんだ、すごい。これですね、アップバンクでも記事を公開してるんですけれども、すごいこの記事読まれてて、でもちろんこの瞬間、アップストアのランキング1位、1位だってばよ。アナルト、私も昔あの漫画喫茶でバイトしてた時最近読んでなかったから、すまん、私あんまり詳しくないんだ。あ、でもこのアプリ読めますね。そう、今回、今インストールするんだけど、読める、だってさ、気になってるね。私少年ジャンプの漫画って言ったらスラムダンクとか悠々白書とかさ、大の大冒険とか、もうなんか読む漫画、止まってるもん、5年前6年前の段階で悠々白書とか悠々白書とかだいぶ昔ですもんね。もうその後ハンターハンターになりましたからね。でも未だに悠々白書とか読んでる。でナルトとか、なんか私の中では完結してない漫画ってよっぽどのことじゃないとなかなか読みづらいんですよ。わかります、すごい気になるとこで終わったり。ナルトはね、結構私の中ではなんだかんだ気になってた漫画なんで、映画にもなったりしましたからね。したね。ね、まあ私の中で多分ぶっちゃけ今回完結したっていうことで、アプリでも読めるかもしれないけれども、その全部終わりがあるじゃないですか、まあ漫画喫茶で読みそうな気がしますいや一気に読みたいですよね。一気に読みたい、一気に読みたい。私もこれで1話から7話とかこう続きが気になって iBooks で買っちゃいそうでも、ね、おお、すげえ、めっちゃ動くな、起動した最初の起動画面、おお、このアプリの動きもかっこいい、すごい。あ、なんかカレンダーとか壁紙配信とかメニューもありますよ。 すごいな、たくさんあるな、たくさんある、盛りだくさん。うわ、すごい、これ初回起動の画面かっこいい。やりましょう、一回アプリ落としてもう一回起動してみそう。で、はい、それポチッ、ナルト、ほら、めっちゃかっこいい、さすが。アニメも見れるとか結構すごいぜ。漫画はここで読めるのか、おっとっとっと、前後の話を読む、渦巻きナルトナンバーワン、
うんうん、あ、出るか出るか、うん、ね、あ、書いてある書いてある、素晴らしい。ナンバーワンが本日まさに配信開始、うん、第2話、うん、11月11日アップ、うん、第3話、うん、11月12日アップ、うん、で、配信されたら7日間は無料で読める、うん、素晴らしい、すごい。これ本当に700話まで更新されるんだろうね。ね、あらあら、まあ、あら、すごい。おっと、2016年、え、すごい、壮大壮大、2年後や、うん、普通に読める、うん、うん、素晴らしい、読みやすいですよね。読みやすい、読みやすい。ちょっとこのカレンダーとかちょっと見れなかったな。ちょっとこのね、うん、このタイミングでこの機会で、そうですね、大人気、うん、ナルト、もう世界中でこの評価をされたこのナルト、読んだことのないという方、読んでみてはいかがでしょうか。私ちなみにナルトのキャラでは一番ガーラが好きです。ガーラ、ガーラっていう敵役が出てくるんです、うん、やばい、私はもうこっからだわ。ただ忍者ものはいいよね。いいっすね、忍者もの。ナルトとかナルト以外にも私あれも読んでたな、あの変な顔のやつ、人空。あー、人空ら、人空、人空完結したよね。完結した、当時全部読んでたもん。人空私アニメで、あのリアルタイムで見てました。あ、マジで、はい、懐かしい。ジグザグ前を、あ、み、アニメ、ごめん、アニメ見てない、アニメ見てない、懐かしい。はい、そんなわけです。概要欄にリンク入れておきましょう。どうぞお楽しみください。さよなら。皆様ご視聴ありがとうございました。 YouTube でご覧の方はチャンネル登録を、マックスムライブでご視聴の方はお気に入り登録をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では他の動画もお楽しみください。さよなら。